そうさま。はいはいさん、おはよう。こんにちは。ハピピー、ハピピか。追試？私の辞書には追試なんて言葉はないんですよ。追試なんてしませんよ。一応ちゃんと勉強してるので。ひひ。ですね、春休みですね。この時間に配信しているということは、こちらこそ小学決定イベントありがとう。うん、ヒティアスリムのとこまで来た。おお、すごいじゃん。え、来金やってたくない？あれ、やってなかったっけ。なんかさ、今回ティア7、ティア6ぐらいまであるよね。うん、あら、なるほどね。食べた今さっき。うん、釣休み、そんなそんな。うん、そう、ティア多いよね。はよー、ごめんね、ちょっと今一回配信切った。ループ直ったかな。
This is no good Wi-Fi. I don't know. いいのか悪いのか。おはよう。初夏決定イベントのお船の上で念願叶いました。夢が船の上でバイオリンを弾きたい。でもやっぱり自分のね、STU48 としてコンサートでもね、今後その青ひまわりみたいに聞くことができたらめっちゃ嬉しいです。やっぱ室内弾きやすいし、もうめっちゃいい、伸びやかに本番の方がうまく弾ける。昨日も言った気がする。だからテンション上がってる。うまく弾けた瞬間にテンション爆上がりね。生演奏葵さんとピアノとバイオリンで弾きたいっていうふうにそう言ったんですよ。あ、ポストで弾きたいっていう感じを受けなかったのねっていう方がいらっしゃる。かけるんだよ、かけるんだけど、なんか別にそのなんだ漢字が苦手なわけじゃなく、かけるんだぞ、その時は書かなかっただけっていう。はいよ。うん。見に来れました。ありがとう。ほんまよ。本当よ。おほほ。うふふ。本当にそうなんだよ。なんか これについた。うん。ね、葵さんに。ご質問送りました。ありがとうございます。こんにちは、嬉しい。お邪魔し、お邪魔し、嬉しい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 。トゥトゥルトゥ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 レレ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 レソラレララスファミレラシラスファミミラシラドミシラソラスファミレラチャチャチャレレシラシドレラスファミレラ。
癖で歌っちゃいました、すみません。よくバイオリンをねの音階というかよく歌うんですよ私、それをだから癖なんです。癖で歌っちゃいましてすみません。偉い画面外ね、あのバイオリンのね曲のあの音階をそう歌うんですよ。とにかくこの曲好きで、あの落ち着くんですよね聴いてて、いい曲。あー確かにソルフェージュ的な、うん、なんかそんな感じで歌っちゃう。なんかね歌っちゃうんですよね、もう病気。ワンピー。そうだね、知らないかもしれない。ダンダンセレスドレッドダンレレセレスドレッドセラアルミラ。あ、バイオリンを少しやってたら。めっちゃ有名って感じな、なんかあとはね、タンタンタタンタンタンタシソラファシファソラファソミファレミシソミファシミソラソファミファソラファラシソドファシレミっていう曲もバイオリンやってたら有名かも。なんかタタ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 、あ、そう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 、パルティータ自分がね、うまく弾ける曲の一つ。そう、私がね弾いてたやつです、情熱大陸。情熱大陸ね、やっぱバイオリンやってる人って必ずそう言われるんですよ、情熱大陸。でもクラシックじゃないから、そう、なんか葉加瀬太郎さんが弾いてるの見て、うん知ってるっていうので終わっちゃうんだよね。なんかうん、そう、情熱大陸、え、いつも近くにいるけど何話してるか分かんないって言ってた。
でも私他の人に喋ってる時とかは何言ってるか分からないって言われるかも。嘘？悲しい。あ、昨日沖さんに服をお洋服をねいただきました。たくさん持って帰ってきました。ちょっとねポストの方でいただきましたっていうことをねお伝えしようと思います後で。はよ、そう結構いただいたんですよ。さんがたくさん着たお洋服とかもねあって沖さんの匂いがしました。試着したんですよ。試着してる時にめっちゃ沖さんの匂いがして、私沖さんの匂い好きなんですよ。だからそう、嬉しい嬉しいからだよ。え、ほんとよ。匂いフェチかもしれんね。沖さんの匂い好きなんですよ私。なんかね、そうやっぱ人によって全員匂いが違うんですけど、青木さんの匂い好きだなと思った。そういろんな洋服をいただきました。あら、いただけるんだ嬉しい。おはようございます。一袋分いただきました。なんかある程度の感じもしますね。昨日ちょっとねばらしちゃったので少々畳まれてないのであれですけど、なんか袋分がっつり叩いたって感じ。沖さんが「あ、着てたかも」ってファンの方も知ってるかもしれない。沖さんだってなるよ。ダメだ、本当に沖さんしか出てこない言葉が。やばい、言葉を失ってる。嬉しい、嬉しすぎて。結構ね大きな袋なんですよ。おはよう。まあねこれからね順次ね出していく服もあると思うんですけど、あ、これは着てたっていう知ってる方多いんじゃないですか。黒いそう服なんですけど、これ いやいやいやしませんよそういうことは。でもあれでしょ、ファンのもともとお約束をしてたんですよ。この服をあげるっていうふうに言っていただけたので頂戴いたしました。同じことしてた。いやそうだよね、だってえくるくる一緒。あったら話そうよ。そう。
でもファンの方もあれじゃない、近くにいたら嗅げるんじゃない、ツーショットの時とか結構近いしね。綺麗なお姉さんの香りがします。なんかどんな香りって言われて答えられないんだよね。そうでもあのそうサイズね、ちょっとだけね試着したやつもあるんですけど合いますね。合う、うん、なんかその合う合わないあんまり関係なく持ってきたやつもあります。嗅いだら何になるおはよう、嗅いだら何になるの。そうお洋服をねたくさんいただきた、いただいてきました。あきさん本当に感謝です、ありがとうございます、嬉しいです。出来になるうん、そうそうそう、近くで嗅げないのね、ツーショットの時とか。でも確かに匂いってここら辺までだと分かんなかったりするんですよ。でもここら辺に来るといい匂いになるんです。そう、なんか分かるの匂いが。うん、あー手の匂いを嗅ぐ、あー口かえになったね。うん、いやそんな掛け事しなくていいよ、出禁をかけるなんて、かけ出禁になるまでそんなことしなくていいよ。ね、なんかかわいい、かわいいなっていうものもカーディガン系もいただきました。そう、なんか自分が普段着ないようなものと着る、絶対に着るだろうなっていうお洋服と、なんかかわいいお洋服と綺麗なお洋服、何着いただいたのって言われるとね、あの変装だし系とか、香水の匂いとかもすぐ気づく。なんか香水つけてますかって言うと、つけてるよって方、つけてないよって方がいらっしゃって、つけてないって言ったら柔軟剤かなって言ったら、そうかもみたいな。私はねよくヘアオイルとか髪の毛とか、なんかよく言われるのが高級ホテルの匂いがするって言われるんですよ。そう、どんな匂いだよって思うんですけど、自分だと分からなくて、自分だとね自分の匂いが分かんないんだよね。なんかそんな高級ホテルの匂いするかなって言われる、言う私は。そう、分からないんだよね自分がどんな匂いしてるのか。そう、赤ちゃんの香りそれは言われたことないかもしれない。赤ちゃんで独特な匂いがあるから可愛いんだよね。なんかミルクみたいな匂いがする。そう、髪からかな。なんか髪もお洋服とか体からもなんかね全部がいい匂いって言われる。特にねひーちゃんなんかは、そう、髪を洗わないのですか。それはないです。一応ちょっと毎日洗ってますよ。洗うよ洗う。自宅が、あ、自分の家が高級っていうのかなこれ、うん、からかな。
どうぞ。あの匂い嗅ぎますって言ったから嗅いでね。じゃなきゃちょっと引いちゃうかもしれないから、急にクンクンクンってきたらえーってなるから嗅ぎますって言ったらどうぞってなるからね。うん、洗ってない説はやばすぎるよちゃんとね洗ってるので、で気にしときます。そんなリスあのなんか出禁になるなら大丈夫、やんなくて。そんなおはよう、カカカカって犬。うん、書きますっていうのも変か。そうか、なんかのなんか大体音感だからそのぐらいしかわからない。情熱大陸そう書きますって言ったら別にね、エヴァから進めたら大丈夫じゃん、帰りみってやばいでしょやめようやめよう、ちょっとちょっと結構だいぶ変態チックだいぶこの話はやばいよ、どういう会話本当にうん、自然にクンクンできる。あ、確かにうん、ゴーってかけます。え、掃除機うん、新しいタイプのスメハラスメルハラスメント、うん、既存のコンプラはどう美化するか。あ、おきさんチルドレンなのでね、そうマイカーだし、そう匂いも一緒に受け継ごうかな話がねめっちゃ変な方にね行っちゃった。コンプラ？おきさんチルドレンです。えい。自分はねそう思ってる。アキさんがちゃんと公認してくれてあるのかがどうかわからないけど、そう、うん、ナピにコンプラ謎ありましたっけ。うん、ありましたっけ。あるかもしれないよ。洋服あげないの？え？ネバーさんに？なんかどこからどこまでがコンプラで、コンプラ違反ってどこどういうことなのかがねいまいちねわからないんだよね。そうなんかいまいちよく理解できてないんだよ。だからその説明によってあるかないかっていうのが分かる。どういうことがそういうコンプラになる、コンプラ違反って言われるものになるのかだよね。そういまいちちゃんと理解ができてない。コンプラとはって引いてみたらいいのか。
あー、コンプライアンスね。なるほどなるほど。へへへへへ。あー、なるほどね。はい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 。へー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 、なるほど、よくわかりました。あー、うーん、へーへーへー、うん、あ、わかるわかる。存在自体がってん？ちょっとね、香川にあるのはコンピラですね。コンピラサンド行ったことありますか皆さん。なるほど、そういうものなのですね、コンプラは。よくわかりました、沖さん、ありがとうございます。コンプラ姉さん、かわいいですね、沖さん。沖さんかわいい。うん、コンプライアンスは守る。うん、いやー、もう結局可愛いですよ、やっぱり最後、最終的にそうやってその写真を見た時に可愛いになる。リュウエクありがとう、ハルさんのドミゴさんありがとう、写真様ありがとう。そう、綺麗も可愛いも両方あるんです。そんな方になりたいです。美しい可愛いナピちゃんですっていう風に言ってるんですけど、綺麗も可愛いもあるナピちゃんになりたい。美しい姿と可愛い姿、どちらもねある。のびちゃん、ところでもう40分間ぐらい配信してるんですけど、そろそろね多分終わる時間かなと思います。いや、あ、やばいね、実物は大人っぽかった、嬉しい、やった、実物は大人っぽかったってみんな嬉しいお言葉をいただきました。いい音しい、タン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 、
春休みよ。そう、もうすぐに終わる時間帯なの。この後ちょっとやるのでね。ちょっと楽しかった。またよろしく。こちらこそ。うん。そう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 。春休みでね、この時間に配信できてるんです。なんだか最近なんだか最近なんでもない。うん、英語の変な先生お別れ。まあなんかそういえば最近変な先生に会えてないんですよ。私変な先生いなくなったの後ろから。そう、英語の授業受けてても思ったけど、そういえば最近いなくなったなと思って。 いたのかもしれないけど無視してたかもしれない。無視ではない、無視だとちょっと人聞きが悪いわ。無視じゃないよ、いなくなったっていうか何もね、なんかいても言われなく、なんか何か発言をしてるってわけだよ。なんか本当に授業を見ている方ってなった。無視ではない、無視はしてない。さすがのこの私の虫はしません。ね、ニュープロジェクトでね、今のところね、そう、虫って言われたらどうしようって今私思ってるんだ。そう、よくない。安住のせいで、安住がのぴちゃんをいじめるから。いや、いじめたいないんです。いじめてるわけじゃないんだよ、あずみいじってるんです、楽しく。そうです、私はね、ニュープロジェクトの一環をその面白くしようとして、あずみをものすごく盛大にいじるっていう習慣がつきました。そう、なので誤解された方はすいません。あずみ、俺のあずみをいじめてるみたいな方がもしいらっしゃったらそれは申し訳ないです。決して私はいじめてはいません。しっかりとはっきりと言います、いじめていません。そう、楽しそうだからね、嬉しそうだしね、なんかいじられて、いじられて楽しそうだから、私もね、よりそんな可愛くていじっちゃう、可愛いって言ったらあれだけど、面白くていじっちゃう。ね、はその楽しいよ。あずみもちょっとなんかいじるっていうのはやっぱり、ね、楽しいこと。いじめっ子の言い方、そんな、なんか決して私はいじめはしません。
これは先に言うときます。いじめなどはしたくないです。ただしいじっているまでである。だから私は決していじめてないです。にょん。まあ皆さんがねナピが優しい子っていうのをもともとねしていたおかげでね、あのそんなねなんかもうめちゃめちゃひどいじゃないかみたいな、そんなのはないから、よかった、その信頼もねあって、よ、本当に良かったなって思う。いじる？え、裏ではめっちゃ優しいよ。あんなすごい盛大な感じでね、いじなんかいじるのはねやってないからね。その面白くするためだよ。なんかそれはただの口実じゃないかって方が出てきたら今どうしようって思ってるんだよね。そんなこともないのにっていう。ピエンピエン、辛くて泣いている時は優しく抱きしめて慰めて、あーそれだけ。裏ではめちゃめちゃね優しくしてますよ。本当だよ。そうなんだよね、この時代はね。アザミーって呼んでる？そんなに呼んでない。なんかたまに反応がないときはあのアザミンって言ってやっと反応してくれるときもあったりするけど、そう愛があるからね。それそうそう、それはちょっとひどい。あよガオタイガーさんありがとう。ナピです、よろしくお願いします。14歳です。中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。うん。すごいイメージだな。まあ難しいところよね、みんなが配信を見てどう思っているのかわからないからね。はよう。そうそうそう、中学生です。中学何年生だ、来年中3になります。もうすぐ中3って言ったらいいのか。来年もうすぐ中3です。はい、ですです。ビン、うん、みんなに対しても愛がありますよ。愛が一番。私も学校の先生ですが、中学生のナピをしてもいいですか？全然いいですよ。私の学校の方じゃないよね。私は学校の方だったらちょっとねびっくりしちゃうけど、全然全然いいですよ。うん。うん。
一番だからね。再来年はね、高校1年生になります。高校生になる。でも中学生っていう今を大事にしたいよね、やっぱり。うん、愛が一番。中学に留年。義務教育中なので一応多分卒業はできる。高校からよね、留年。再来年だね。優しく抱きしめて慰めて、それだけ。おはよう。うん、あら嬉しい。キムクセイ。おう、あーもう一度見ないか、叶うわけがないと諦めたあの日の何かを、そう誰だって見失ってしまうけれど、大人になってやりたかったこと、ああ夢は二度見るもの、若さはねしやすく冷めやすく目移りするだけで、うん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 。なんかね、そう、しおりさん、久保しおりさんがね、センターの曲なのでもちろんですよ、存じ上げております。うん、ちょっと似てますね。嬉しいです。よく言われることが多いです。嬉しすぎる。もう推しなのでね、本当に嬉しいです。そういう風に言っていただけたらね。おはよう。ちょっとね、たまたまね、キモクセイさんのあれを開いたので見たね。うん、しおりさんの推しの方は実質の表紙ってこと。実質そういうことになる。そんな、そんなおこがましいですよ。もうそんな、そんな、そういう風になったらとても嬉しいしけど、そう、推しずっとね、推しなんですよ。そう、あ、またね、ありがとう。ご本人とお話をしたいです。私は一度でもいいので、お話し会に行こうと思うんですけど、お申し込みの仕方がね、そう、難しくて、うん、ご本人様ともしよければお話ししたいです。そうそう、だからね、今度ねくるくるにもね教えてもらおうかなっていうふうにも思います。写真集も家にあるんです。そう、交差点、しおりさんの写真集もある。ずっとね、セブンティーンっていう雑誌をよく拝見させていただいてたんですけど、その時に実は
私好きになりまして、それつながりで小魚さんも好きになって、でその時からね、あのモデルさんになりたかったので、よくそういう雑誌を見てて、セブンティーンの雑誌のモデルさんになりたいっていう風に思ってたりとかねしてたので、そうそうそう、好きです恥ずかしい、うんね、そうそうそう、のぴちゃんも頑張ったらセブンティーンのモデルさんになれるかな。久保さんは乃木坂さんで、小魚さんが、小魚さんが日向坂です。はい、そう、推しメンです。林美玲さん、林美玲さん、そうですね、あのセブンティーンのモデルさんなんですけど、私もねもうほぼ今同じぐらいの年齢なのでなりたい、うん、ねえ、めっちゃ素敵な曲ですよね、本当に好き、その曲もね大好き、うん、あー歌ったの私、本当に、うん、あー、なんかあのコンサートとかね、そういうの歌って、行ってお会いできたら嬉しいですよね。その間近でその一度でもいいから、遠くでもいいから、その今までその映像の奥の存在だったけど会ってみたいです。思う、それは。あの、その自分が何女優さん目指してて、女優さんの方が、あ、なんかテレビのその多くの存在だったけど、自分がそういう風な存在になったりとかね、なったら嬉しい。一番可能性高い、あー、ラジオにね、あ、ちょっとね、あの迷惑にならない程度に少しだけでもねお話できたらいいなっていうふうには思っております。しおりさんにお会いしたいですこれがね、ちょっと密かな野望として持っておきます。うん、なんかその多分コアな乃木坂のファンの方々とかからすると、まだにわかな方、にわかのファンなので、そうなんかそんな、こんなにも言っていいのかって思っちゃう。すごいめちゃめちゃ何曲何曲もすごい詳しいっていう、なんか
ットではないんですよね。でもなんかね、なんその生駒さんとかもね、生駒さん好きです。私あのそう見てて可愛い方だなって思いました。君の名は希望、生駒さんがめちゃめちゃ可愛いなって思いました。生田絵梨花さんはあのウィッシュっていうその映画の声優さんで、本当にすごい方だなと思って、はい、うん、気にしなくていいの。じゃあ遠慮なく、そうやっぱ自分のね STU にも乃木坂さんが好きな方がたくさんいるんですよ。だからなんかね、じゃあ押していきます。やった。なんかあのさよならに強くなれとか、あのさよならの意味とか、なんか知ってる曲もある。インフルエンサーシンクロニシティとか、本当ですか、嬉しいです。ちょこちょこ聞いたらわかるのか、ね、ちょっと暑い。あ、本当に？そう。つきながら会いたい。でもね、これはね、本当にあの言い続けたいと思います。会いたい。会えるまで。憧れの存在の方なのでね、そうそうそう、方の一人。こんにちは。うん、そう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 、泣きそうになりますよね。わかります、歌詞の意味がめちゃめちゃなんか素敵、泣ける。私もね、そろそろ終わんなきゃいけない。そうそうそう、めっちゃ長く配信をしてるんですけど、うん、日曜日行く。 OK、 分かった、なるべく見つけるね。カバマキさんありがとう。関係者席、言ったらいけるかな。え、嬉しい。ちょっともうなんかおこがましい。ありがとうございます。おはようございます。あ、そっか、わかった。うん、本当にいい曲がね、STU にもたくさんあるので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
こんにちは。なんて素敵な世界観。嬉しい限りです。本当にありがとうございます。うん、ね、そのラジオが面白いっていう風に聞いてね、ちょっと聞いたことがあるんですけど、本当に面白くて楽しかったです、聞いてて。こんにちは。なんかもうすぐ31日に今村美月さんの卒業コンサートがあるんですけれども、なんかついにこういう感じになってしまうのっても寂しいことなので、最後の最後までみちゅさんとの時間もね、噛み締めたいなというふうに思っております。そう、みつきちゃんが私だけになってしまう。もともとね、みつきノアで実はオーディションの時受けていたんですけれども、それをね、知らない方が最近どんどん増えてきて、新しいファンの方々が増えてきて、本当に嬉しいことだなというふうに思っております。本当にありがとうございます。ニュープロジェクトっていうね、 TSS さんと ST×ASH っていうタッグを組んで、みつきノアで、そう、私もオーディション受けてたんですけど、今はね、こうしてモロクズノアとして活動させていただいております。楽しみ。でもやっぱり悲しい。ナラブさんありがとう。二重の星ありがとうございます。こんにちは。すごい悲しいの、とてもね、悲しいので、本当にそう、みつきさんから転生しました。同じみつきですねっていう話をして、なんかオーディションの時に少し仲良くさせていただいて、本当にその日だけだったけど、お話をね 2,3 回ぐらいしまして、なんかまだ受かるかどうかもわからなかったので、これが最後かもしれないと思って話しかけさせていただいていただきまして、それで少々仲良くなった気がしまして、水に月です、クラゲと読むんですよ。海と月でクラゲって読むんですけど、水に月でもクラゲって読むんです。なので私のサインはクラゲです。クラゲをモチーフにしている可愛らしいサインとなっております。ぜひこれからね、集めていただけたら嬉しいです。最初の頃でね、自分のサインと今の頃の自分のサイン全然違うんですよ。同じなんだけど、やっぱ書いてるうちに上手に上達してきました。みつきちゃん時代も今の時代も押していただけたら嬉しいです。クラゲのようなためになります、嬉しいです。クラゲがもともと好きなので、可愛いなって思って、そう、あれでしょ、ファンの方が撮ってくださった自分の写真がありますよ、フォルダーの中。めちゃめちゃいい写真だなって思って残してる写真がね、いくつかあるんですよ。この辺かな、どこだ、あった、これとかね。そう、撮ってくださった方、あ、実
はね、もうね、待ち受けはずっと海なんですよね。そう、海なんです。自分のもう、ね、この配信してるやつも、自分の、ね、もう一台の方はもう海なんです。私海がとても好きで、そう、あ、これ海が大好きなのでね、そう、海が大好きなんですよ。だからポス、あの X の、 あの上のヘッダーの部分も海なんです。瀬戸内の海、あ、これはね、あのこっちの方のこの配信端末は、あの瀬戸内の海なんです。どちらもこれは海綺麗で調べて出てきた、ネットで拾った写真でも綺麗だなと思って見つけた写真って感じです。多分ね、出てくると思いますよ。あの海、あ、間違えた、綺麗、ちょっとね、平いものなんですけど、でもね、そう、すごいね、綺麗だなって思ったもの、あ、めっちゃすぐに出てきます。だから同じ待ち受けにしたい方もできるかもしれないってぐらい、あの、そう、多分絵に、絵、あの絵だと思うんですよね、これは。なんかなんとなく絵な気がする、本来の感じとはちょっと違う気もしなくもない。実は平山の、うん、収録すごっ。うん、絵画のみラッセン、あれ私、あの、ありますよ、家にイルカの絵で、あの絵なんですけど、ちょっとね、いただきまして、いただき物なんですけど、そう、家にあります。可愛いんですよ、その絵が。本当にあのすごい好きで、もうめちゃめちゃずっとなんか見てて癒される時間です。ゴーレンライラッセン、あのラッセンで思い出した、そういえばあったなって思って、イルカのね、確かね、そうだったはず。ああ、そうだね、多分そうだね。イルカでやったら出てくるかな。出てきはしないけど、でもね、本当に素敵な絵だなっていう風に思って、うん、あの見てます、いつも。そう、家にありますよ。あ、そうですね、この絵、こういう系の絵です。イルカの絵です。いろんな絵があるんですけど、やっぱ綺麗だなっていうふうに思います。こんにちは。うん、いるかな、持ってる。おー、本当に綺麗よね。そう、やっぱりね、引き寄せられるものがあります、この絵に。素敵です、本当にね。ちょっと本当に、あの、もうすぐ終わらなきゃいけないんです。なぜならばこの後用事があるので、そう、私事の方のお仕事があります。やっぱブルーが紫っぽいな。うん、
一番。では終わります。スタジオのローさせていただきます。すみませんね。でも久しぶりに長く配信をさせていただきました。ということでダンジョンダルさせていただきます。だいぶ延長させていただきましたね。30分から1時間になった。いきます。シティシンさんありがとうございます。で、デイビッドさん、ありがとう。レモンタイムファイヤーさん、ありがとうございます。で、イズ中ちゃんさん、ありがとう。はい、イズ究極のアイドルのアップさん、ありがとうございます。エイ、イズウラベさん、できるまでありがとう。セブン、イズウラベさん、ありがとうございます。間違えた、変わった順、すみません。13位、月バカさん、Thank you very much。 10位、Cさん、ありがとう。 11位、デイビッドさん、ありがとうございます。 10位、タイファイヤーさん、ありがとう。 9位、ナカちゃんさん、ありがとう。 8位、キュクサイトのナクさん、ありがとうございます。 7位、ウラベさん、ありがとう。6is メリーさん、ありがとうございます。 5is リュウヤくん、ありがとう。 4is ゆずきさん、ありがとうございます。 6is コラさん、ありがとう。 2nd is ひさしーさん、ありがとうございます。 5is ナラブさん、おめでとうございます。そしてありがとう、おめでとう。本日も皆さん配信ありがとうございました。ありがとう、こちらこそ楽しい配信でした。ありがとう、またね、 See you、 バイバイ。それではごきげんよう。